皆さん、こんばんは。こんばんは。時刻は夜の8時を回りました。はい、ということで。スマートフォン、パソコンでご覧の皆さん、さらには片町キララのビッグビジョン。うあ、今日ないんだった。はい。えー、あええ。今日ないのか。そうか残念。今まあ、でも、パソコン、スマホでご覧になっている皆さん、うん、こんばんは、ということでございまして。<ー>片町スクランブルナイト、今月も加藤豊と。徳前愛でお送りしていきます、はい。よろしくお願いします。お願い,いたします。 いやーでもね、はい、6月ももう折り返しを過ぎまして次回配信は2023年の下半期にあっという間すぎる、<laughs> ついこの間暖かくなってきたと思うか、ね、いやいやそうです、私なんてもうついこの間、明けましておめでとう言ってた気がしますけどね本当、はい、それはちょっとあっという間すぎない共感してもらえると思って言ったのに <laughs> それはもうちょっとなんかいろいろ動きもあったでしょうよっていう感じでなきにしもあらずなんです。 うん、まあでもねあの金沢も梅雨入りをいたしまして、うんはい、もうあのね梅雨のない北海道以外は日本国中梅雨入りということで、うんはい、皆さんお住まいのところどうでございましょうかね本当ジメジメしてねムしムししてねムシし,し,してどう梅雨時っていやーなんか私夜ご飯に食べた豆腐を、うん、なんかもう酒を飲みながらちょっと豆腐食べてたんですけどはい、はい、もうそのまま寝ちゃって置いてあったら、うん、朝起きたらカビが生えてたんですよ。 そんなすごいオープニングトークでした。すみませんいやでも皆さんね食べ物の管理はお気を付けくださいということでね食べ物管理と体調管理とねあとご自身の管理でお気を付けいただきたいなというふうに思いますけれどもねコメントもありがとうございます。ありがとうございます。坂場うろちょろさんいや私みたいな名前の方いらっしゃいます。あどうしてコメントがオフなんでしょうか面白いのにあコメントオフになってますかね。コメントオフチャットの方は来てるけれども。アーカイブの方だと。思いますあ。 なるほどなるほどなるほど,なるほど。アーカイブの方のコメントは、まあオフになっているか。今後の参考に。あ、<う>今後のね参考にさせていただきます,す、ね、ありがとうございます。そしてイルさん、はい、あいつもありがとうございます。こんばんは。んんはどうもどうもどうも。 そしてディオールさん、うん、加藤様、徳前様、みなとみらいからこんばんは、こんんばんは全国各地から石川県、金沢、そして片町の情報をね、うんはい、皆さんつぶさにこうご覧いただいているかと思いますけれども、うん、改めてこの片町スクランブルナイト、うん、え片町きららというね、えー、フラッグシップビルにあります、このソーシャルメディアスタジオ。はい先月から このついたてが取れまして、うーー嬉しいですねい限りでございますけれども、ここからお送りしている月に1回、その金沢・片町の情報を配信している番組でございまして、メイン配信は YouTube ライブ、あちらでお送りしております。裏配信の方として、Twitter でライブ配信というこの2本立てでお送りしています。twitter の方はまるっと <laughs> えこの転換からご挨拶から名刺交換から何からかにまで <laughs> に裏側までねまるっと見ていただけますので <laughs>。 視聴者お二人お二人そして、えー、こちらの YouTube ライブの方は今10人ぐらい見てらっしゃるな 14, 14人お14おありがとうございますさ当にお友達3人に拡散して違うかお願いします <laughs> 3人5人でもいいんですよ <laughs>、はい、よろしくお願いします,しますでぜひねあの金沢片町 YouTube のこの片町商店街のチャンネル、はい、こちらの登録とでグッドボタン いいね、をよろしくお願いします、はい。お願いいたします。いろんな情報を発信してまいります。はい、ではね、えーうん、今日のメニューご紹介してまいりましょうか。まずはニューオープンということ、はいあ。今日はニューオープンスペシャルということで。そうなよニューオープン、盛りだくさんです。もうね、皆さんね、とっておきの情報たくさんお伝えしていきます。はい、まずニューオープンパートワンということで、うん、本格美腸タン炙り焼きや串焼きを。立ち飲みスタイルで楽しめる立ち飲みロジャーさんをご紹介してまいります。はい、オーナーさんに。 生登場ししていいいただきますすすのののででお楽しみここの後後ぐぐははい、そしてニューオープンパート2ということでかたまち大好きフリーアナとくちゃんこと徳前愛さんがリポートする「アイラブかたまち」この時間にお送りしてまいります。はい、今日ははい、あのー、5月21日にオープンしたばっかりの可愛らしいパン屋さんのご紹介となります、うんうん、キューブ型のね可愛いパンをねご紹介していきますので、はい、こちらも楽しみにしていてください。 そしてその後この番組が第1回大会の前からご紹介している、はい、というか応援して一緒に走り続けている名物コーナーでございます、はい、金沢マラソンを応援するコーナー「金沢マラソンへの道」はい、ということで、うん、ここはねあの金沢マラソン推進課の皆さんを今月もお迎えしまして、はい、最新情報をお届けします。 今もう金沢マラソンの情報として一番ホットなのはこのスクランブルナイトだとそうなんで最新情報がねいいのかなってぐらいね、うん、出してくださいますからねはいぜひぜひこちらチェックいただきたいと思います、はい、この金沢マラソンの時間帯が四十分ぐらいそうですね四十分頃となっています、はい、になりますそして歌う看板娘として何度もご出演していただいている高井愛子さんそしてタレントの坂下愛子さん、うん、今回は スペシャルな情報を持ってきてくださるということで、はい、一体何なのか皆さんお楽しみにしていてください。はい、こちららは9時15分頃からとなっております、はい そしてニューオープンパート3ということで片町スクランブル交差点にできました東京発の人気イタリアンアレグロ金沢をご紹介。はい。大注目のお店ということでこちらもぜひねチェックいただきたいと思います。これが9時35分頃予定となっております。はい。楽しみですね。はい。でさらに今日はあのスペシャルのお知らせがそうらしいですけどなんでしょうね。ね番組からとっておきのスペシャルな話題がですねどこかに。 囲まれると思いますんで。はい <laughs> 最後の最後まで。<laughs> 何なのかというのを、ね、見逃しなく。よろしく,く。<laughs> 楽しみにしていてください。ということで、はい、ぜひ皆さんからのねメッセージも随時この番組の中でご紹介をしていきたいと思います。はい。YouTube ライブのコメント欄チャットのところに書き込んでいただければですね、うんうん、その都度ご紹介してまいります。はい であとはツイッターのハッシュタグ金沢片町シャープ金沢片町シャープ半角金沢片町漢字でオッケーですけれども、はい、ツイッターも拾っていきますので、ぜひぜひよろしくコメントお願いいたします。おいいす、はい、おろまー、<laughs> ありがとうございます。ますじゃああれだな、転換の間に <laughs>、はい、この取っておき情報を小出しにしていくか。<laughs> ツイッターライブ <laughs> あるかわかんないですけど、そうですね。ツイッターライブを見てくださってる皆さんだけにね、ちょっとだけヒントがね。 あの転換の間にコーナーコーナーの間に出てくるかもしれません YouTube も Twitter ライブもどちらともね見ていただけたらザッピングしながらあるいは二画面でご覧いただければとすごい一生懸命見てください YouTube は YouTube です基本 YouTube 見ていただきながら Twitter もね確認していただけたらと思いますはいよろしくお願いいたしますということでたくさんのコメントもよろしくお願いしますお願いいたしますそれでは片町スクランブルナイト今日はボリューム118一一八でございますはい 10時までの2時間たっぷりお付き合いください。お願いします